生存して処理しきりたい、しっかりと。さあ、協力してしっかりと。一人倒して。もう一個倒したら熱いよ。さあ、オールダウンこれで。さあ、ジムチーム追い詰めていく。ポイズン。いやー、これいじめやん、こんなんもう。3枚倒して、この人、何者ガチで。はい、どうも、こんにちは、リオです。今回なんですけど、スプラトゥーン3には、長いこと環境トップに居続けた最強と呼ばれる武器が2つあるのご存知でしょうか？ボトルガイザーとジムワイパーです。まあ、ジムワイパーはね、最近環境的に使用者若干減ってきてはいるんですが、それでも最強武器の1つであることには変わりません。僕、ふと思ったんですよね。この最強の2つを4対4で戦わせたらどうなるのかと、ドリーム大怪獣バトルをちょっとやってみようかなということで、今回もジムワイパーとボトルガイザーを使えるめちゃくちゃな猛者の方々を集めてきたので、この夢のドリーム大怪獣バトルやっていこうと思います。チャンネル登録者30万人目指してるんで、よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編です。はい、というわけで今回もね、たくさんの豪華な方々に集まっていただきましたということで、まずね、1人目から見ていきましょう。はい、まずキッズ代表笹宮さやね、彼 XP3000 なんですけど、まあ、5000に更新したらしいですね。はい、クソガキがこいつほんまで、次が、ベリーさん。この方前回も来てくれましたね。シューター枠で、今回はボトル枠で参戦していただきますと。次に、タラオさんで、XP が3278。高いね。この方もボトルですと。で、次に、ハーさん。XP3300 のジムワイパーで参戦してくれます。で、次に CV さん。笹宮さんが連れてきたキッズフレンドです。でも、笹宮さんよりだいぶ大人でした。はい。ジムワイパーですね。次に、結構ね、知ってる方もいるんじゃないかなと思います。ジムワイパー使いのつくよみさんですね。はい。今回聞いていただいてありがとうございます。K ということで、これカイリーさんですね。XP3600 ということで、まあ、これ知ってる人は知ってるんじゃないかな。結構ね、スプラ2の頃とか、まあ、3になってからも大会で実績ちょくちょく残して、優勝とかもね、経験してる方なんで、マジで強い人です。で、ラストが、ソッピさんということで、知ってる方いるんじゃないでしょうかね。ジムワイパー4100の、猛者中の猛者ということで、今回集まっていただきました。ありがとうございます。じゃあ、早速やっていきましょう。この豪華なメンバーで。はい、というわけで今回もガチエリアから見ていきましょう。ステージがカジキ空港だね。ボトル対ジムね、この最強武器対決、マジ楽しみやわ。どっちが強いのか。ジムとボトルね、まあ、スペシャルで言うと圧倒的に俺ジムの方が強いかなと思ってて、ウルショ4枚できるから。で、まあ、スミナがちょっとどうかわからんけど、ジムの方はね、スペシャルが食アンダーと、簡易タンクっていうね、ウルトラショットに弱いから両方とも、食アンダーとかも結構ボトル目線そんなにきつくないスペシャルやから、ボトルの方が強いんかな、武器パワー的に。マジ楽しみやわ。XP 的には、ジムの方が高い人、あ、でも、笹宮最後、5000か。でもね、ジムの方は全員3000超えて、なおかつ4000の人がおるから、あ、でも両方、あれやね、無印同士だね。じゃあ、早速、じゃあ、最高 XP の今回、ソッピさんの4000のジム視点見ていこうか。4000ジム。ギアはみんな、イカ速、あ、えああ、そうね。イカ速とか、ヒト速とか、って感じ。変わらずって感じか、そんな。さあ、最前線切り込んでいく。壁塗っていくが、お、しっかりとボトルに見られている。これはどうなる？ここは、お、耐えていく！さすがの生存力。で、あー、これで、お、いい感じになんか殴り合ってる。どうこれ？ちょっと上から見る？上から。さあ、前線で殴り合っている、つくよみさんが、行くが、YouTube パワーを見せろ！ YouTuber 同士が応援してる、やっぱ。さあ、1キル食案で取っていく。これジムの方が強いか、もしかして。ちょっと俺の予想ではボトルかなと思ったけど、やっぱでもクイボとか、あれか、メインのトリッキーさとかって考えると、やっぱ4対4だとジムの方が強いのか、これ。さあ、いけるか。シンプルに、あれか、XP の差も出てるか、もしかしてこれ。4000がいるからね、やっぱ。さあ、ボトルチーム塗りがきつくて、足場がないのがきつそう、これ。ボトルチーム足場ないのきつそうですね、これ。さあ、ウルトラショット入っていくが、ジムチームがガチエリア圧倒している、これは。こんな一方的になるのか、ジムチーム、マジか。はい、ちょっと1試合目、かなりジム強かったんですけど、どうですか、ボトル目線。きつい。どう、カイリ君的に。ああ、クイックボムがきついな。ああ、クイボきついよね、やっぱ、見てる感じ。クイボがきついですね。まあ、でもエリアはまあ、しゃあないかなとは思うんですけど。まあ、確かに確かに。でも、笹宮さや、お前、DM でめっちゃ息がってたやん。お前、のりしを連れてこやんと、俺、無双するぞって。普通に今のはウォーミングアップ。あ、ウォーミングアップね。こんなもんかと思ったよ、俺。今のは俺こんなもんかって。あ、オッケー。じゃあ引き続き頑張ってください。はい、ちょっと1戦目終わったんですけど、どうですか、感想。やっぱ塗りがちょっとボトルより強いのと、クイボカバーができるんで。あ、そう、クイボがマジできついってした、ボトル目線。単体性能だけで言ったらボトルの方がもしかしたら強いのかもしれないけど、まあ、ちゃんと4人で戦ったら、カバーの試合だったら、まあ、ジム4の方が、まあ、強いんじゃないかなって感じかな。なるほど。はい、というわけで2試合目、マヒマヒの矢倉見ていきましょう。さあ、1試合目ガチエリアをね、ジムワイパーが圧倒したんだけど、さあ、ヤグラはどうなのか。でもヤグラやっぱウルショ強いから、お、ここでジムチームが、カニタンクを2枚採用してきましたね。さっき、ジム視点たくさん見たから、ちょっとボトル視点今回見ていこうかな。そうしたら、やはり、一番 XP が高いカイリ君見ていこう。さあ、シールド使って前線で押し上げていくが、やっぱね、ボトルじゃなくて、ジム塗り強いね。ボトル塗り弱いから食い棒もきつそう。さあ、固まってしっかりと、メインで狙っていくが、しっかりここはソッピさんが処理していく。さすが。じゃあ、ささみやさんやめていこうか。あー、やられてしまう。ささみや。これちょっとソッピさん強すぎか、これ。ソッピさん。4000ジムワイパーが前線で無双してる。あー、食腕だきました。これきついか。これきついよ。この食腕きついよ。ジム目線。ジム目線じゃない、ボトル目線。これきついんじゃない？あー、俺の食腕だってさ、履いたらすぐ狩られんねんけど、この人の食腕だ全然死なへんな。あー、ただしっかりと、さすがに終わりは狩られていく。ただこれ、カーンと進めているのは、ジムチーム。ただ人数有利を作ったのはボトルチーム。さあ、ロスとカニタンク。これは生存して処理しきりたい、しっかりと。さあ、協力してしっかりと。一人倒して。もう一個。倒したら熱いよ。さあ、オールダウンこれで。ボトルガイザーチーム。これ、一気に攻めるチャンス。ここノックアウト狙いたいよ。これ、ウルトラショットあるからね。さあ、1キル、カイリ君、さすが。さあ、これ、タラオ選手見ていきましょうか。タラオ選手。さあ、これシールド張っていくが、ソッピがうますぎる、これちょっと。じゃあ、これちょっとハーさん見ていこうか、ハーさんがサイドから詰めていく。こう、ボトルチーム2枚落ちているが、カウントリード。さあ、ウルトラショットで決まっていくか、これ。ささみやさん。あー、1キル取ったが、これ、狩られてしまうが、カウントリードしていく。さあ、CV 選手。あー、ここは、タラオ選手のボトル解散にやられてしまうが、これ飛んでる。やばいよ、これ飛んでるよ。飛んでるの、これ結構処理できないんじゃない？これ、ボトルきついんじゃない？これ。さあ、つくよみ選手が、矢倉に乗りつつ、カニタンクを使っていきます。しっかりと90当てて、カニタンクを使ってしばいていく。さあ、カニタンクしばいていく。これ、ボトルチームまずいですね、これ。さあ、これ打開できるか。ウルトラショットもないですからね、これデスしちゃってるんで。さあ、最前線で暴れているソッピさんをしっかりと処理していくが、さあ、つくみ選手、矢倉の上で悠々自適とカウントリードしていく。さあ、これは、いけるか、止まるか、これ。ささみやさや、頑張れ。止めるか、これ。うわー、これね、ずるいよね。このジム飛んでくるの、これ強いよね。ジム飛んでもさ、こう、スライドしちゃう。避けちゃうか。あー、これ、ボトルきつい。これ、ボトルきつそうです、めちゃくちゃ。いやー、これ。ジムがノックアウトしました。じゃあこれボトル目線相当きつそうですね。さあ今んとこボトル2敗っていうね。しかも両方ノックアウトっていう環境的には今、大会とか対抗戦とかはジムよりボトルの方が圧倒的に強いって言われているんだけど、やっぱ4対4ってなるとね、塗りとか食い棒のカバーとかを含めると、ボトルきついっぽいね、これ。なので今回スメーシーワールドなんですけどね、ステージボトルガイザーのチームの方に選んでいただきましたということで、さあ早速見ていきましょう。さあ、ボトル視点見ていきます。右から詰めていく。やっぱ段差が少ないところの方がいいっぽいね。さあ、カイリ選手。ここ付近で潜伏して1キル狙っていく。さあ、ジムも早速1キル。さあ、1個倒して。これ逃げれるか？あー、惜しい！ここはソッピ選手が2枚持ってく。この人うますぎん？なんか、いつ見てもキルしてんねんけど、ソッピさん。ソッピさん何者？ね、うますぎやねんけど、マジで。さあ、食アンダーは今回は刺さらずといったところか。まあでも、食アンダーってね、やば、今のワンチャンやりしたよね。食アンダーって、待って、ジムワイパーのチームなんか、待って、なんか矛めっちゃ進んでない？めちゃめちゃ矛進んでない？これ。ボトルチーム大ピンチか、これ。まずいよ。これ、どう？ボトルチームまずいか、これ。まずい！ニオちゃん入ってる！ボトルチームまずいよ、これ。まずい！止まったが、止まりはしたが。どうだ、これ。止まりはしたが。さあ、さみやさや。いやー、これ、ジムが強すぎる、このゲーム、マジか。さあ、4試合目。もう3試合連続ジムチームがノックアウトしてるっていうね。武器相性こんなにね、まあシンプルにね、XP もまあジムの方が平均ちょっと高くはあるんやけども、でもそんなに差はないと思うんだけどね、XP の差で言うと。まあ、なんかこれやっぱ4対4にした時はやっぱジムの方が圧倒的に強いんかな。さあ、じゃあソッピ選手見ていこうか。もう大注目選手だからね、これ。大注目選手すぎる。いつ見てもキル取ってるから、もう取れ高がすごい。もうソッピさんのジム、取れ高がすごい、本当に。取れ高ジムワイパーやねんけど、異名。さあ、縦振り回して。うますぎるんだけど、マジでこの人。さあ、ちょっと、じゃあ、つくよみさんも見ていこうか。さあ、アサリ集めて、やっぱ圧倒的にね、キル取ってるよね。ジムワイパーの方が。あたらこれジムワイパー3落ち。さあ、これボトルに大チャンス。さあ、この手前に残ってるジムワイパーをしっかりと処理していく。タラオのボトルが炸裂していく。タラちゃんかな？うん。サザエさんじゃない言うてな。さあ、しっかりと隅流しと溜めて。これ、おガチアンサリちょっとこれワンチャンあるんじゃない？さあ、ニオチ入って。これ攻め、来てるよ。攻め来てるよ、これ。さあ、いけるか。さあ、ボトルのメインは当たるか。まあ、ジムにボトルの目に当てに行く層っていうのもあるよね。ぴょんぴょん跳ねてるから。やっぱボトルってさ、自分より射程短いシューターとか、なんかブラスターとかに強いイメージやからさ。うわー、ジムきつそう、これ。やばいよ、これ。きついね、これ。いけるか。頑張れ。いけるか。さあ、この熱い対面。セースな、どっちこれ。どっち勝つの？あ、でも一応ボトルチームリードしてるね。さあ。ここは引き分け。さあ、ジムチーム追い詰めていく。ポイズン。いやー、これいじめやん、こんなんもう。無理です。おう、うまっ！タラオ！この試合、タラオ大活躍。タラオ来てます、これ。タラオが大活躍中。さあ、タラオ、追加のキルいけるか。いやー、きついか、これは。さあ、しっかりと生存。ただ、ここ生存するの偉すぎる。さあ、カイリさん、見ていこうか、カイリ選手。手前、やっぱね、ボトルカバーがしづらいよね。メインがちょっとなんかこう、直線的なメインやから。さあ、カニタンク来ている。きついね、これ。さあ、これどうなんの？ソッピ選手が。ソッピさん、ギアすごい。なんか、脳筋みたいなギアしてるやん。このギアでそんな強いの、もう怖いねんけど、マジで。さあ、一応リードしているのは、これ、ボトルガイドチームだが、ジムワイパー、これ逆転！ソッピ選手が上手すぎる、普通にガチで。ソッピさん、ガチで上手くない？これ。上手すぎない？ちょっと彼。やばくない？縦切りまたしたよ。どんだけ当てんの、この人。さあ、あ、すごいね、こうなんか、突っ込むとか、生存力がすごい、こうやっぱ、エイム力と、ああ、ここは処理されていくが、エイム力とこのギリギリを、こう、瀬戸際、当たるか当たらへんかみたいな、敵の弾が当たるか当たらへんかみたいな、瀬戸際攻めるのうまい。さあ、しっかりと処理していく、ボトルガイザー。そっか、ボムないから、着地かれないのもきついんやな、ボトルチームは。ああ、これはきつい。ぴょんぴょん跳ねているボトルがきつい。ソッピさん、そっから2枚持ってくのやばすぎんな、マジで。3枚倒し、ちょっとこの人、何者？ガチで。この人が全てを変えている気がする。うますぎないか。さあ、食安打詰めていく。いけるか。うますぎ。ガチでうまいねんけど。さあ、食安終わりは、あー、しっかりと、すごい、さすがにね。笹宮さや、勝っていく。さや、ナイス。さや、ナイス。いいよ。やっぱ負けてる方を応援したくなるよね。さあ、笹宮さや、前線上がっていく。いけるか。塗り状況が常にきついですね、これ。さあ、ささみやさや、ボトル。おお、うまい。いけるか、これ。ワンチャンあるぞ。さや、頑張れ。生存して熱いぞ。さや、ここは、ハーが処理していきます。なんかもう適当につけた RPG のゲームの名前みたいになってるけど。ハーが制していきます。さあ、ハー。いけるか、ハー。ボトルチーム、なかなか前線上げれないですね。塗りが弱くて。この前のリッターの時と同じような匂いを感じる。塗り弱くて前線上がんないというキル取っても。さあ、協力して1キル取っていくが、ここは追加でキルを重ねられていく。ただ、ここでしっかりと、残ったボトル、タラオがガチャアサリ入れて時間を稼いで帰っていけないかー！ギリ帰れないさ、ソッピ選手がまたもやクイックボで処理していく。塗り状況が絶望的すぎる。うわぁ、クイボで処理されていく。かわいそう。さあ、あ、ただ、ウルトラショット入ってるよ、これ。どう？ウルトラショット。あー、どこあー、なんかもうよくわからんことになっちゃった。あー。さあ、ガチャアサリ、これ入れて、残り1個入れて、勝ち、これ。ああ、これは、ジム強すぎますね、これちょっと。いや、予想ではね、結構いい勝負すると思ったんやけど。なんならスペシャル優位なのはボトルやってんけど、やっぱメインサブで考えると、やっぱジムの方が圧倒的やったが。あまりにもちょっとジムワイパーが強かったから、ボトルとジムを一人ちょっとチェンジしてみました、これ。これどうなるのか、ソッピさん、大無双してたから。この編成でもジムワイパー相手にも無双するのかっていう、ちょっと個人的な興味。まあ、クイボのカバーも入るようになるから、これで、ボトルチームもね、ちょっと動きやすくなるんじゃないかなっていう。さあ、ジム対面はどうなるのか。さあ、カイリさんと、ソッピさんが、さあ、サイド展開、おー、1キル！さすがソッピさん。あ、さあ、これで、ちょっと待って、これ、ソッピさん強すぎないか、マジで、この人。ソッピさんうますぎない？これちょっと。ソッピゲーじゃない？マジでこれ。ソッピゲーミングとかしてない？これ。大丈夫これ。さあ、笹宮さや見ていこうか。さや、いけるか。さあ、さや前線切り込んで、いけるか。シールド使え。そう、これやっぱさ、ほらさ、見て、ほら。ソッピさんが入った方が勝ってるんだけど、これ。ソッピさん、前線で暴れてる、ほら、見て。大暴れして帰ってきた。あー、さすがに着地は変わられていく。さあ、残ったボトル、相打ち取っていく、カイリさん、さすが。さあ、ただこれ、ジムワイパーチームがワイプアウトを取って、さあ、攻めていく。ハーがね、これ、食安打溜まってますから、ハー選手食安打使っていくのか。さあ、横から使い時を探してますね。クイボメイン、さすがにシールド2枚はきついということで下がりつつ、初回打使うチャンスを伺っているといったところから、さあそこをしっかりと狙っている。ボトルに狙われていく。これ誰だ、笹宮紗也が倒していく。これジムが1人入れ替わるだけでこんなに差が出るものなのか。これ本当におっと、これ笹宮紗也リスキルのウルトラショット、ただしっかり処理されていく。そっぴさんも処理されていくと。さあこれ CV 選手見ていきましょうか。さあ2人でジムでボトルを追い詰めていく。さあ海里選手が矢倉に乗りつつジムを処理していくが、つくよみ選手ここはしっかりとボトル対面買っていきます。さあこれ買ってるの今どっちや、俺よくわからなくなってきた買ってるのは今あれやね、ボトルチームやね。うん、さあつくよみ選手潜伏します。潜伏から1キル、ソッピをしばいていく。今回の宿敵ソッピをねしっかりと処理していく。ソッピ選手を処理しとけばなんとかなるだろうと、そういった気持ちが現れております。さあ、しっかりと、鍵タンクを使ってキル入っていく。ボトル来てるよ。これきついか。さあ、しっかり味方のカバーも入るが、ここは、誰だこれ、タラオが潜伏してました。いい潜伏ですね、これ。さあ、潜伏シールドを使って、ただここはしっかりと1対2処理されていく。CV 選手と、ベリー選手が2対1しっかりと制していきました。さあ、これカウントリードのチャンス。いけるか。このまま攻め切ればカウントリードいきそうではある。さあ、いけるか。いけるか。さあ、しっかりとソッピを CV ソッピをしまいていく。さあ、これ簡易タンク使ってこれいけるか、これいけるか、でもカウントリーといけるかこれ。さあ、カイリ選手簡易タンク食らっていく。これはまずい。これは打開できないか、ボトルチーム3落ち入った。これまずいか、まずいか、これいけるか。きつそう。これは打開きつそうだね、ボトルチーム。やっぱ塗りが弱いから打開がきつそう、かなり。さあ、しっかり処理入っていく。これは、これは、これは、ノックアウトか、このまま。やはりジムワイパーなのか、このゲーム。やはり、ジムワイパーでした。ボトル目線、ジムマジきつそうだね、4人いると。4人はちょっときついっすね。さすがにちょっときつかった、武器相性が。1-1ならきつくないと思うんやけど。はい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 。シールドが本当は強いんやけど、関係ないんだよな。全部70で割られるから3袋ぐらい飛んできて。ね、一気に飛んできてね。1-on-1なら別に全然問題ないけどって感じはする、ジムは。僕も入ったソッピさんの強さ体験しに行きます。リオラはノバ使うの？いや、俺はもちろんボトルガイザー。いや、これノバの方、ノバで行ってみようかな。ボトルより何もできないんじゃないのって。いや、これね、俺ね、ボトルよりノバの方がさ、4対4だったらジムに強そうじゃない？どうか、入りくん。まあでもワンチャン、まあ、ステージも相まってはありそう、ここはね、確かにステージ相まってね。まあ、ノバブラスターやけど、これ俺のノバブラスターやから、やっぱ。よっしゃ、行くぞー。これは、勝とう。いや、俺勝とう。これマジで。これ勝って、これだけしよう。これだけしよう。やっぱこれ、ノバブラスターの強さ証明しに行く。これちょっと、見てたらやりたくなった。もうこれ、割られるんだね、すぐ。左奥アウト一発。やられー。まず右奥1個ね。くっそ、一発やわ。左下2。オッケー。これ飛ぶわ、俺。うわ、ごめん、2発、ハイマル。オッケー、1個やった、1個やった。何それ？やっぱステージアンチョークあるから、ノバブラスター。うわー、でもこれ横分にずるすぎやろ。なんでこれ、なんでボトルさ、この AM 入れるのに三角でさ、横振りで三角なの、その。あ、ショパンマジつ。うわ、横にタンク。ナイスナイス。うわ、危な。これタンク。もう1個やった、もう1個やった、2やった、頑張れ。強い。いいよ、さやいいよ、さやいいよ、いい裏取り、いい裏取り。はい、死んだ。誰これ。頑張れ、さや。もう任せろ、俺に。そうやった。ナイス、さすが。待って待って。あと一発。オッケー、やった。左手前、飛びある。うわあ。おい、ジム強すぎだろ、判定。当たり判定、バグってんだろ、このゲーム。これは、変えるんだよ。で、ボトルチーム、ボムないのきつそうよね。オッケー、1個やった、1個やった。ナイス。オッケー、ナイス。一発。オッケーオッケーナイスナイスです。左手前からラスト手前。オッケーオッケー。俺が4000。ダメやろ。ナイスナイスナイス。これワンチャンあるワンチャンある。待って食い場つい食い場つい。やばいナイスカバナイスカバ。右もやった。ナイスナイスです。右あと1人右あと1人。オッケーオッケー。ボム入れるボム入れる。あと一発。やばい、短すぎだろこの武器。そっぴかよ、しかも。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。任せろ。背が変える。俺いる。ナイス。うわ、2来た左、ごめん。やったよ。ナイス。ナイス。一発。1人やった。ナイス。やぐらぐら。オッケー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 。ごめんごめんごめん、頑張れ。ナイス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 。あるよ。いや、マジあるマジある。残り2分半。飛びまーす。ジャナソンで。一発。オッケー、いいこといいこと。左ロー、左ロー。左ロー、左ロー。頑張れ、ナイス、頑張れ。ナイス、ナイス、あと一個、あと一個、正面、正面。正面来てる。待って、飛ぶ、絶対飛ぶ。オッケー、飛べた。惜しい。いいこといいこと。いやー、1個、ごめん。惜しすぎ。くそ。これはまあ、ゆっくり落ち着いて。うわ、これ強いよ、こぶり込め、右手。オッケー、すっくり目立つ。ナイス、ナイス、ナイス。オッケー、オッケー、ハームやったよ。ナイス、ナイス。中央と食音。やぐら上飛んでるわ、これ。うわ、うまっ。決めた、決めた、決めた。右やった、これ飛んでる、右。オッケー、二発やった。ナイス、さすが。ナイス、ナイス。いいね。うん、一歩あればいける。左降りた、左降りた。左一発、ごめん。うわあ、ジムワイパー横振りずるすぎやろ。おお、うんまっ。強すぎ、この動き。え、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。あと右下、右下、右下。リオラ任せろ俺に。ごめん一発ー。よしよ。飛んでる飛んでる飛んでるしかも飛んでる飛んでる。飛び合いこう。ナイスナイス。キュイーンって前に来るのずるい。あの武器マジで。ずるいな。キュイーンずるくない？これマジで横振り禁止でしょ。え、一発一発。入ってたんだごめん右手。マジでそれずるいねんけど。あいちゃ。くっそ。強すぎだろ。よし、もうサブスペ禁止してもらったから、さすがに勝とう。やばい。やったやった。やったやった。やったやった。ナイス。もう一人、あと一発ごめん、正面。いくったいくった。ナイス。ナイスナイス、うまい。やったやったやった。ナイスナイス。やぐらんとこ来てる、やぐらんとこ、つくみ。ナイスナイス。やった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 。ナイスナイス。飛んでる。やったよ。二発。ナイスナイスナイス。いけ。乗れ乗れ乗れ。一発激ローめ。シャブンツ。うわ死んでないか今の。うわめっちゃ耐えるな。ね耐え方えぐい。オーケー一個相打ち。オーケーやぐらしたやぐらどうした。あれはやってる。やぐらトッピーでトッピー。これうまーごめん。あーごめん一発。やばいこれ。やばい。防戦やりたくないよ。うまい。くそいよいね。なんで勝てへんねんこれで。やっぱこの武器が最強や。引退します。なんでサブスペ禁止で勝たれへんねん。おかしいこのゲーム。はい、というわけで検証結果は、ジムワイパー強すぎ、引退です。ちょっとジムワイパーに勝てる武器を探す旅に出るわ。4対4で何があんねやろな。ちょっとみんな何がジムに勝てそう。4対4ロングとか5-2とかちょっとありそうじゃない。なんかコメント欄で書いてくれると嬉しいです。チャンネル登録者30万人目指してるんでよければチャンネル登録、感想コメントお願いします。それでは次回のところでお会いしましょう。さらば。